イエス・キリストは昨日も今日もとこしえまでも変わることない私たちの主です、その主にですね、この期待する言葉を開かせてまいりたいと思いますが、今日の主婦の写真はですね、新しくこの建てられるこのまだこれ下の方は工事中ですけども、オリベアの病院のね、新館を真ん中のね、オレンジ色の新館なんですけれども、出させていただきました。まあ、理由はですね、主婦の方を見ていただくと分かりますが、6月の20日に賛美大会沖縄予選を行いますが、ですね、7時からですね、行いますが、このですね、ちょっとお願いしていたところ、オリーベ山病院 の、 あの、ね、その新しいチャペル、200人入ると聞いておりますけれども、そこで、このオリーベ山病院と共催で、ね、このですね、させていただけることになりました。一緒に感謝したいと思います。そしてね、毎年いつも思うんですね。司会を誰にしたらいいかってね、思うわけです。理由は簡単なんですね。司会の人も歌うわけですよ。ですからね、そういうプレッシャー与えていいのかなというですね、いろいろあったわけですけども、そうしましたらですね、もうこれね、私にとっての一つの悩みだったんですが、オリーベ山のね、具志堅チャペルが司会をされると、これはね、私にとってもね、喜びでありますので感謝しております。理由はね、簡単なんですけども、このね、調教派が語られているのとともに、賛美大会はね、主の十字架だけのものではありません。今回ね、東北のこの賛美大会見ていただくと分かりますけれども、聖戦キリスト教団のね、チームが1位2位を取ってるわけですね。ただ辞典枠に、このは2位のチームではなくて主の十字架のチームを入れるという、特別ルールがありますから、それはね、辞典枠は主の十字架になりましたけれども、ですからね、まあ非常に親しい関係ですけれども、一応ね、他の教会ですから、教団ですから、そういう面でね、この賛美大会はですね、どなたでも、ただルールはね、ありますよ。安らぎの歌を歌わなくちゃいけないわけではありません、ね、ただ審査員は主の十字架から出るというこのことぐらいですから、あとね、ですからですね、オリーブ山の方々もね、この出るようにというね、なんかお達しからですね、でもね、主の十字架イコール、ね、出てるチームでもね、オリーブ山の職員の方ね、いっぱいいますから、ボーチにもいますし、クロスロードにもいますし、ね、どこにだってね、転がってるわけですよ。エルピスもそうですし、ね、スプリングオブライフもそうですし、ブレスは関係者か、弟さんの方の病院か、ですね、ですから、もうオリーブ山の職員ばっかり出てるとね、いう、わけですけれども、でもね、それプラス、オリーブ山のね、素晴らしい方々も出ていただけるということですので、さえね、ぜひね、振るってきていただきたいと思っております。まあ、場所がわからない方は、そのオリーブ山の方々に聞いてですね、来ていただければと思いますが、そしてですね、それとともに、このもうですね、この賛美大会はですね、7月に行いますので、まあ、先週も話しましたが、出るとね、賛美大会にね、出場すると決めておられる方は、今のうちから航空券のね、手配をお願いしたいと思っております。それと、昨日ちょっと夜ですね、お電話いただいたんですが、トーマさんのお孫さんがですね、体調不良で熱があるのと、吐き気があって吐いてしまうので、今日精密検査をされるということですので、お祈りくださいということでした。お祈りします。愛する天の地の神様、トーマ、アンナちゃんのために祈ります。熱を下げ、体調を癒し、この吐き気を癒し、心、体、霊を癒してください。癒されよ、癒されよ、癒されよ。神様、最後の癒しを吸い替えを過ぎ、守りを持って祝福してください。イエス様の御名によってお祈りとします。アーメン。さらに覚えてお祈りしていただきたいと思います。はい、さてですね、今日はヘブル人への手紙の連行の14回目として、7章の11節から19節をこの お開きして、この行きましたけれども、11節に、さて、もしレビ系の祭司職によって
完全に到達できたのだったら、民はそれを基礎とし立法を与えられたのです。それはそれ以上の必要があって、アロンの位ではなくメレキゼデクの位に等しいと呼ばれる他の祭司が立てられたのでしょうか。祭職が変われば立法も必ず変わらなければなりませんか。私たちが今まで論じてきたその方は、祭壇に仕えるものを出したことのない別の部族から属しておられるのです。パッと読むとね、分かりにくいです、ね、とにかくね、この準備してる私もですね、このヘブル人への手紙はですね、10章のね、最後の方からはですね、信仰の事柄で分かりやすくなりますけれども、この最初の方はね、そのユダヤ人に対して言っている部分がありますので、この旧約聖書の考え方、旧約聖書のね、流れをね、この見ていく必要があるわけですね。ここでこのレビ系の祭司と言ってるわけですね。またメルキゼデクと言ってるわけですね。で、このもしレビ系の祭司職によって完全に到達できたのだったらってことは何かというと、このね、レビ系の祭司、つまり立法によって、ね、レビ部族が出したね、この担っているその立法によって神の救いが完全に達成されているんだったらメルキゼデクはいらない、まあ、簡単に言えばそうですね。ですからここで逆に言うとですね、レビ系の祭司、つまり立法ですね、ローマ書にあるようにね、立法は養育者であった、つまりきっかけであり育て親であり、また神様に導く働きをしていた。しかし神様に導く最後のね、この大きな祝福のポイントはイエス・キリストであるというローマ書ですけれども、そのね、このレビ系の祭司は不完全ですよってことをね、ここで言ってるわけです。だからね、ユダヤ人にとってね、これね、頭くるわけですよ。ね、ね、レビ系の祭司がね、不完全だってね、このユダヤ教の方にね、言ったらですね、もう石が飛んできますよ。奥さんにですね、あなたの食事はうまくないとかね、言ってるようなもんですから。うちの奥さんうまいですよ、ね、ですね、時々こういうこと言うとですね、デボラさんうまくないのかなとか間違いがありますけど、違いますよ。ただね、パンが好きっていうね、欠点はありますけども、ね、さあね、覚えておいていただきたいと思いますが、で、その中でですね、ここに、ここに面白い言葉ですね、12節に、祭職が変われば立法も必ず変わらなければならないからです、ね、立法が変わったか、でもイエス様は言っていますよね、立法の一点一角地に落ちることはない。これどういうことかというと、この旧約聖書の契約と新約聖書の契約はのことを言っている。つまり旧約聖書は簡単に言うと、ね、この律法を守ることを通して、十戒を守ることを通して、この先民イスラエル、また先民イスラエルだからこのね、律法を守りなさいという事柄です。その中には羊をね、生贄、牛を生贄と捧げたり、またこうしなければならない、ああしなければならないという、その律法の掟を守りなさいというのが旧約聖書です。簡単に言えば古い契約ですね。新約聖書っていうのはイエス・キリストをね、信じる者はこの誰でも救われる、まあ、一番簡単に言うとそうですよね。つまりその新しい契約、新しい律法のことをこれ言ってるわけです。つまり祭司職、つまり旧約のレビから流れずずっと続いた律法ではなく、イエス・キリストを信じる律法ですから、律法も変えられなければならない。だからここは何を言ってるかというね、大事なところなんです。この旧約ではなくて新約の恵みに今入ったんですよということをね、このヘブルのね、方々に言ってるわけですが、そして、この、
13節からお読みしてまいりますが、私たちが今まで論じてきたその方は祭壇に使えるものを出したことのない別の部族に属しておられるのです。私たちが主がユダヤ部族から出られたことを明らかですが、モーセはこの部族については祭司に関することは何も述べていません。もしメルキゼデクに等しい別の祭司が立てられるのなら、以上のことはいよいよ明らかになります。その祭司は肉についての戒である律法によらないで、朽ちることもない命の誓いによって祭司となったのです。で、この先週も少しお話ししましたけども、イエス様はね、ユダ部族なんですよ、ね、で、あの十二部族の中でね、つまりこの仕事があるわけです。特にレビ部族、レビ部族というのはこの祭司の職であり、それ以外に祭司職を与えてはならないというね、こういうね、あの考え方だったわけです。ところがイエス様はね、ユダ部族として、ね、これは何かというと、このずっとね、アダムから始まった流れの中で、イエス・キリストの系図、つまりダビデの系図、ダビデのね、この家系からキリストが生まれるという約束ですね、成就したことの表れですが、しかしその一方ですね、イエス様もね、祭司なわけです。じゃあね、新約のね、福音書の最初の方ね、このガリラヤからね、何が良いものが出るのかとかね、あの言ってるように、先民のね、意識って非常に強いですよ。選ばれた意識、レビ部族じゃないのが祭司になっていいのかっていうね、このユダヤ人にとってね、それぐらい重要なことがない。でもあえてこの著者はですね、それは、ね、イエス様はユダ部族で、そしてそれはもうアロンの家系によらない、このアロンの家系ってのはレビ部族のことですから、ね、あのアロンの家系によらない、それは、ね、ここに書かれてですね、ジロスに書いてあります。その祭司は肉についての目視である律法によらないで、朽ちることのない命の力によって祭司となられた。朽ちることのない命の力、あの前ね、祭司の事柄をお話ししました。これね、神と人との間にあって、人々を神様のところに導く働きをする。ですからレビ部族は肉の力でやってるという時に、神と人とを肉の力で、つまりこうしなければならない、ああしなければならないという、生贄を捧げること、また何かをすること、そういうことを通して神様のところに導く働きをしていたのがレビ部族だけれども、この朽ちる、ね、ことない力、つまり恵みですよ。恵みによってキリストは私たちを神様のところに導いてくださる祭司として立てられたんですよってここで言ってるんですね。そして17節にこの方についてこう明かしされています。あなたは常しえにメルキゼデクにウクライに等しい祭司である。これは詩編のですね、104編ですね、じゃない、104編だったと思ったけど110編だったかな、あ、110編ですね、110編の4節、3版ですと1020ページですが、ちょっとね、ここ大事なところなんで、1節からちょっと読ませさせていただきますが、詩編110編、主は私の主に仰せられる。私があなたの敵をあなたの足台とするまでは私の右の座についていよ。主はあなたの力強い杖をシオンから伸ばされる。あなたの敵の真ん中で治めよ。あなたの民はあなたの宝への日に聖なる飾り物をつけて夜明け前から喜んで使える。あなたの若者はあなたにとって朝一のようだ。主は近い、そして御心を変えられない。あなたはメルキゼデクの霊に習い、常しえに祭司である。あなたの右にいます主は右替えの日に王たち、を打ち砕かれる。主は国々の間を裁き、それを屍で満たし、広い国を治める頭を打ち砕かれる。主は道のほとりの流れから水を飲まれよう、それでその頭を高く上げられる。で、この大事なところは一節なんですけれども、主は私の主に仰せられた。私があなたの敵をあなたの目指したいとするまでは私の右の座についていなさい。
これ誰のことを言ってるかね、あの福音書を読めば分かりますよね。イエス様がね、これはどういうことなんだ、そしてこれはイエス・キリストのこと、救い主キリストのことであるということで、この語られてるわけですから、これイエス様のことなんです。つまりそのイエス様がこの4節の主は近い、そして御心を変えられ、あなたはメルキゼデクの霊に習い、常しえの祭司である。つまり救い主キリストはメルキゼデクの祭司であるぞって、ね、この旧約時代において言ってるぞってことなんです。これね、皆さんね、あそうかと思うんですが、このユダヤ人にとってはね、すごいことなんです。つまりレビ系の祭司じゃなくて、この救い主はメルキゼデクの霊だったら救い主じゃなくて祭司ですよって神様が言ってるというね、これね、私たちにとってね、黙示録が今開かれてきていますね。そしてリバイバルはその観覧禅の中で起きてくるってことをね、聖書が言ってるってことに気づかさせてくださってるわけですが、その時ね、大きな驚きでしたが、これもね、ユダヤ人にとってはね、これをそれ以上の大きな驚き。なんかね、祭司職はレビってね、もう頭ごなしに決めてるわけですよ。それが、いや、キリストはメルキゼデクに等しい祭司であると旧約で言っていたというね、このことをね、さえね、見ておいていただきたいと思います。そして18、19に、一方で、この前の戒めは曰く明記なのために廃止されましたが、立法には何事も、立法は、何事も全うしなかったのです。他方でさらに優れた希望が導きいられました。私たちはこれによって神に近づくのです。これ、この希望によって、つまりイエス・キリストの十字架です。だからここでね、ずっと立法立法って言ってますけれども、それは何かというと、このね、古い契約ではなくて新しい契約、第2コリントにあるよね、この文字ではなく御霊に仕えるものとなったという、この新しい契約によって私たちはイエス・キリストがメルキゼデクに等しい、これはね、先週お話しましたからちょっと割愛しますけれども、このメルキゼデクに等しい大祭司であり、それはレビ部族よりも上にあり、神が立てられた常しえの祭司である、ね、そしてそれを信じる私たちにとって、これは神の希望ですよ。だからね、聖書ってすごいなと思いますよ。これパッとね、新約だけで言ってるんじゃないんですよ。旧約においてもこのキリストはメルキゼデクのくらいに等しい祭司であると言っている。その中でそのキリストに希望を持っている。つまり神様の約束に希望がある、神様の約束に希望がある、このことね、覚えておいていただきたいと思います。お願いします。愛する天の地の神様、最後の私たちがあなたを教えあなたにしてない、あなたのうちに歩むことができますように、助け導いてください。癒しの祈りの時を持ってまいりたいと思います。まず悔い改めの時を共にお待ちしてまいりましょう。お願いします。愛する天の地の神様、さに癒しを注ぎ、解放を注ぎ、霊を注ぎ、祝福してください。イエス・キリストの御名によって癒されよ、癒されよ、癒されよ。オーラスサンダラスイエ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 ス、オースパラサンダラスイエスイエス、アラルサンダラスイエスイエス、オースパラサンダラスイエス。この腰が悪い方がいますが、その腰に主が触れています。癒しを受けてください。またこの耳が、このちょっと具合が悪い方がいますが、それが癒されていきます。イエス・キリストによって癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエス様の御名によってお祈りとします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ。ハレルヤ、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 ハレルヤ。
主イエス・キリストの名に父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同ともに、世と子子へに限りなくありますように。どうぞお座りください。短く黙祷したいと思います。イエス・キリストの御名によってお祈りとします。アメン。